はい、どうもこんにちは、ジェット大輔です。あのうるさい選挙カーが走り回ってた統一地方選挙も終わりましてね、また静かで穏やかな日々が帰ってまいりましたけどもね、先ほどベランダガラッと開けたらですね、もうこの間までの喧騒が嘘のようにね、本当に静かになって、そよ風がふわーっと吹いてね、初夏の日差しがパーッとほのかにあったかく、いやー本当いい時期になりましたね。もうすぐゴールデンウィークかなと思っておりましたけどもね、どうやら世間の認識は私と違ってたようで、まあ私自由業ですから、お休みはね自分で好きに設定すればいいんですけども、いや世間的にはもう何ですか、先週末からゴールデンウィークなんですか。先週末私ね、とある仕事のメールをね送ったんですよ、ある方にね、27日の週にお会いできませんかねみたいな感じで送ったらね、すぐ返事が返ってきた。なんでかっていうと、自動返信だからね自動返信のメールがポンってすぐ返ってきて、5月7日までゴールデンウィークにつき出社いたしませんと、お仕事できませんから、これ自動返信してますよっていうメールが来たの。いや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 、思いましたね、そこで思いましたね。先週末ですよ、だから、23日、24日、25日とかですか、そのぐらいでもうゴールデンウィークなんだな、5月7日まで。いやこれびっくりしたなと。世の中的にそうなっちゃうんだったら、もうね誰にメールしてもそういう風な返事しか返ってこないんだったら、じゃあ僕もねお休みいただこうかなと。ゴールデンウィークということで、本日4月27日から、5月6日までお休みっていうことにしようかなと。まあ、もちろん YouTube も配信を止めて、まあ一切の仕事、まあ何かもう約束してしまったこと以外はもう仕事の手も止めて、5月7日にまた YouTube お会いしましょうということにしたいなと。まあ当然 YouTube だけではなくて、今回ね試みとしてはね、デジタルデトックス、流行りのデジタルデトックスをやってみたいなと。もうね私なんかね、YouTube だけに限らず、いろんな SNS とかねどっぷり使っておりますけどもね、そういったものも見るのもやめ、書くのもやめ、一切合切やめるっていうのは無理なんだろうけどね、できるだけね離れておきたいなと。スマホできれば持ち歩かないぐらいにしておきたいなということにしておきたいんですけども、あ、ちょうどそうだそうだそうだ、タブレット故障し始めたんで修理出そうと思ってたんですよ。もうねそれぐらいね、端末とかのね触れる機会を減らしていければなと思います。まあ日本っていうのはね、お正月休み、そしてこのゴールデンウィークね、あと夏のお盆休みですか、で秋にもねシルバーウィーク的なものがたまにあったりしますけどもね、そういったねまとまったお休みがポンって取れる時期があるんですよね。この時期に何をするかっていうのはね、すごい僕はね日本人にとってはこの休みに何をするかってすごく大事だと思うんですよ。まあ、普段旅行行きたいなと思っててもなかなか行けない人はね、旅行のためのお休みとして使ってもいいだろうし、家族と団らんしたいなっていう方はね、家族のために使えばいいと思うしね。まあ僕なんか若い頃はね、やっぱりサラリーマンやりながら、副業もやってたし、ちょっと新しい仕事に関しての勉強をしたりとか、スキルアップのためのトレーニング、そういうことにね、まあその休みを使ったりとか、あとポートフォリオ作ったりとかだよね。自分の作品の見せるためのポートフォリオをバンとこの時期に作っておくと、またね休み明けてから営業しやすくなるしね、お仕事の幅も広がるしっていうのがありますよね。まあそういう意味では、デジタルデトックスをしつつ、もう YouTube も5月6日まで休みつつ、まあ、今回はね写真なかなかね最近撮れてなかったんでね、今日もねこれ動画撮影したらもう早速写真撮りに行きたいなと思っていますけどもね。それからちょっとねリトルビッツのシンセサイザーね、最近遊んでなかったんですけども、これまたね新製品がね出てくるということなんでね、これちょっとまた遊びたいなと、シンセいじりしたいなと。なかなかシンセいじりできないんだよね、やっぱ時間ないとね。はい、ということでね、皆さんはどういったゴールデンウィークをお過ごしになられるんでしょうか。まあとにかくねデジタルデトックスと言いながらこういったデジカメを使ったりするのもなんか違うのかなアナログの写真を撮らないといけないわけですかね、むしろね。いやまあじゃあね、こういったスマホはね家に置いてってもいいのかなと。腕時計だけね
時間が分かるように腕時計だけしつつ、あとカメラ持って出かけたいなと思います。ゆっくり自然と対話できればいいかなと思ってます。はい、皆さんも有意義なゴールデンウィークをお過ごしください。それではまた5月7日にお会いしましょう。